八十二。これは田尻丸吉という人が、自らいたることなり。少年の頃、あるよ、上位より立ちて、便所に行かんとして、茶の間に入りしに、座敷との境に人立てり、かすかに棒としてはあれど、衣類の島も目鼻もよく見え、髪をば垂れたり。 恐ろしけれど、そこへ手を伸ばして探りしに、いたどにガタと突き当たり、殿さんにも触りたり。されど、我が手は見えずして、その上に影のように重なりて人の形あり。その顔のところへ手をやれば、また手の上に顔見ゆ。上位に帰りて人々に話し、 安頓を持ち行きてみたれば、すでに何者もあらざりき。この人は、近代的の人にて、霊利なる人なり、また、虚言をなす人にもあらず。